チャチャク。チャチャク、ラテン、文字転写、カキャックは、セルビア中西部にある都市の一つ。ドナウ川に次いで、セルビアで2番目に長い河畔にあり、と、ディナルアルプス山脈の間のチャチャクイコールクラリエ、峡谷に位置する。チャチャクは、モラビツァ君の行政中心であり、北は、南西は、ルチャニに至る軍内の経済や文化、スポーツの中心となっている。チャチャクは、 南西部で、ズラティボル軍の、東部で、シュマディア軍の、南東部で、ラシカ軍のクラリエボとそれぞれ境界を接している。海抜の最低地点は、ブレスニチュカレカ川、ブレスニカレカと、西モラバ川が合流する地点で204メートルあり、最高地点はの985メートルである。自治体内には58の集落があり、市街自体の人口は73,331人。 基礎自治体全体では115,337人である。ジャ着ャはセルビアの首都ベオグラードからは南に1 4 4トル、離れた場所に位置している。ジャ着ャの周辺には特徴的な地形があり、そこには14世紀から建てられた300の創院があったが、今日では12が残るのみである。この地域はセルビアのアトス山と呼ばれることもある。 現在の故障である茶着は1408年からの、ものでそれ以前は、グラダツと呼ばれていた。グラダツの指導者であるや、兄弟のステファン・ネマニャは、セルビアの重要な支配者であった。ザビドビチは今でも茶着の中心に立つ、聖母教会を建てている。教会のファサードは、震災での損害後、2010年から2011年にかけて再建されている。 1459年からオスマン帝国によってセルビアが独立を失っていた1718年までの期間と1739年から1878年までの間、諸着はオスマン帝国の一部となっていた。1718年から1739年にかけての短期間、茶着はハプスブルク君主国の南部にあった。 じ着ちゃくは1815年のの時には激しい戦いのバーであった。ルビチオカの一番高い地点は放棄の大きな戦いが起こった場所であり、現在は町を守るために戦死したの記念碑が建てられている。その後の1817年、セルビアはオスマン帝国から自治を与えられた。それから61年後、セルビアは独立国となった。1882年に、 チャチャクはセルビア王国になり、1918年から2003年までユーゴスラビアの一部であった。2003年から2006年にかけてはセルビア・モンテネグロ、2006年からはセルビア共和国に属している。第二次世界大戦中の1941年にはチャチャクは建国後早々にナチスドイツによって滅ぼされた短命国家の領域に含まれていて、その東部にあった。 ジャチャクの自治体はセルビア西中部にあり首都ベオグラードの南1 4 4トルの場所に位置する。最も近い国境はボスニア・ヘルツェゴビナとの間のものである。モラビサ軍の中でこの自治体は中心地としての特徴をすべて備えている。大部分がの西側に位置し、ジャチャクは北のの丘陵地と南の内陸の高地とをつないでいる。これらの山々は 茶着盆地や市街地、モラバ川に向かって緩やかに波打った形で傾いている。自治体の面積は六百三十六キロメートルあって、そこには海抜二百四から三百メートルの茶着盆地、三百から五百メートルの丘陵地帯。西の九百八十五メートルと八百八十九メートル、南の九百二十九メートル、北東の八百五十七メートルといった山々がある。 茶着は、湿潤大陸性気候で、年平均気温摂氏10.47度、湿度74.1%。夏は温暖で、冬は寒冷。風向きは、北や北東から吹き、山地の影響で西からの風は稀である。8月の平均気温は、摂氏22度。1月の平均気温は、摂氏0.5度。年間38日は雪で、54日は霧である。 年間の平均風速は秒速2.3メートルで、時折、サハラ砂漠からの砂塵により交通などで住民に問題を起こしている。年間平均降水量735ミリメートル。蛇着自治体には以下の58の集落が含まれている。蛇着周辺にはいくつかの古代遺跡があり、最古のものは紀元前15世紀に遡る。2は、 グレコイコールイリリアン型の二つの墳墓がその異様をた,たえており、そこからは紀元前6世紀末に遡るイオニアのガラスやガラスペースと琥珀ビーズで描かれた白鳥、天井裏のイノシシの名板といった出土品が発見された。またでは、青銅製の白鳥型をしたフィブラが発見されている。戦士時代の墳球墓で発掘されている。いや、 スコルディスキなどのケルト系部族が、ローマ人の到来まではこの地域で暮らしていた。イェリツァイコール・グラディナ村では、ローマ時代の作、要塞と共にやネクロポリスが発見されている。それには三つの教会も付随し、そのうちの一つは526から537年のユスティニアヌス一世の知性にもヌンドうカを製造していた。要塞は530年代に築かれたと言われている。 小土層の存在からは、集落が暴力のうちに最後を迎えたと断定でき、6世紀には、同地域には4つの要塞が築かれていた。2世紀から4世紀にかけてこの地域には、ローマ式の浴場テルマイが建てられた。それらは、今も、経済専門学校の裏に残っている。南スラブ人がこの地域にやってきたのは、東ローマ帝国のヘラクレオスの知性。 610から641年のことだった。当時の釣りな、クーリーな遺跡がふもとに残っている。1168年から1189年にかけてが、チャチャク、当時の名はグラダツも含まれた西モラバ地域を統治していた。この時彼は、聖母教会すなわちモラビアグラダツ教会を建てた。現在の町の名称となっている、チャチャク、カキャックはトルコ語で、 泥を意味している。現在のトルコ語で、泥は、サムーア1459年に、チャチャクが、オスマン帝国の手に落ちると教会はモスクに得られた。スレーマン一世やキャーティプチェレビー、エブリアチェレビーが16世紀や17世紀、チャチャクはカーディにとってチャチャクは主要な場所であると、話している。七百十七年、ハプスブルク君主国が、オスマン帝国に勝利し、 茶ャチャクは、その一部となった。そしてその21年後、茶ャチャクは再び、オスマン帝国の一部となった。その後、北の人々が、ハプスブルク帝国へと移って茶ャチャクは、空白地となった。そこに、モンテネグロやボスニア、ヘルツェゴビナからやってきた人々や、ブラフ人がやってきた。今日では、住民の90%が彼らの子孫である。 茶ャクの文章には二つの年号が記されている。最初の1408年はこの年が茶ャクという名で最初に記録された年、ドゥブロブニクの古文書の一つによるで、もう一方の1815年話が始まり、リビツの丘で戦いがあった年である。この戦いは、セルビアの反乱勢力が6万人もの強力なオスマンの軍勢を二度打ち破ったことで知られる。 1837年にはセルビアで最初の文法学校のうちの一つが建てられた。1837年から1947年の間に、チャチャクは近代都市へと変貌した。第二次世界大戦中、チャチャクは短命政権の一部となった。同国は建国して間もなく、ドイツ軍によって滅ぼされた。1944年12月4日に、チャチャクは パルチザンにより解放された。蛇着自治体の産業構造は農業、工業、商業、サービス業からなる。農業以外には、製紙、家電、金属、非金属、木材加工用ジング、化学製品、家庭用熱機器、機、金庫、医薬品、医療用品、木材加工などが代表的である。民間企業には19世紀からの伝統があり。 自治体の経済をまさに特徴づけている。多くの民間企業は従業員数80から270人の中堅企業であり、幅広い分野の製品が手掛けられている。この都市は名もなき集落から21世紀の近代都市までの長い薔薇の道を進んできた。同志のまさに顔といえる建物の外観やモニュメントそして文化的設立物。 それは住民たちの芸術魂の現れなのである。演劇のシーズンには、セルビア中からの多くの劇団が、文化センターで講演する。このセンターには、ドラマスタジオやバレエ、芸術、彫刻の学校が集積している。展示と講演、文化、文学の夕べの開かれる、ナデジダ・ペトロビッチ及び、ディシム・ガロウ、国立美術館、公文書館、私立図書館、 学童センターなどもある。芸術、彫刻の集いの多くはのスパリゾートで行われる。市内や近郊には無数の文化、音楽、娯楽、観光スポットがあり、ィソボの春やナデジダペトロビッチ記念行事で行われるフルート祭奏の他が民族文化、オリジナルフォーク音楽を愛する大勢の人々を引きつけている。なお、蛇着から 10km 南にあるグチャ、ぐ ルチャニ自治体内で行われるグチャトンペット音楽祭は、ノビサドの音楽フェスティバルと共に、バルカン地域でも人気のあるミュージックフェスタの一つとなっている。現在では、市内での芸術作品の制作には、教会、個人ギャラリー、グループ及び多くの愛好家からの援助がされていることもある。ャ着には3つの大学学部が所在し、そのうち2つはの学部である。 高等学校は6校ある。茶着の周辺には多くの教会や修道院があり。これらは文化的、歴史的に大きな意味を持った記念物である。20を超える教会や修道院が茶着にあり。これはセルビア国内で最も多い。茶着にとって最も重要な教会や修道院には商店教会、リビチ給料のセイツアールラザル教会、 ブヤン修道院がある。特別な意味を持つのがの修道院群で、これらは文化的、歴史的に全て中世に遡り、何世紀にもわたって作られた茶々の文化、芸術の遺産である。そこには12の修道院、教会がある。薬効のある温泉や光線が、ヘルスケアや治療、レクレーションなどの観光開発の基礎となっている。自治体内には、 スラティンスカ・バニャーの3つのスパがある。ピクニックスポットとしては、イエリツァ山のグラディナ公園及びセントー、ショーリスポメン公園、ルビチ丘陵の記念コンプレックス、フルイネ草原や、ベリナ、パルメナツ、メジュブルシーエでの西モラバ川でのイカダや、リチナ、カメニツァ、チェメルニツァ、バニャーの短い川沿いのピクニックスポットがある。蛇着にはセルビアでは、 全国的に有名なスポーツクラブも多くあり、主要なスポーツには、バスケットボールやサッカー、ハンドボールがある。バスケットボールのとサッカーの FK ボラツチャチャクは、セルビアの一部リーグに参戦しており何年にもわたって、多くの勝利を収めている。また女子ハンドボールクラブチームも、同様に強豪である。2011年の国勢調査によれば、 茶着自治体の人口は115,337人、茶着市街地の人口は73,331人だった。住民の平均年齢は38.8歳で、うち男性は37.9歳、女性は39.7歳、平均世帯人員は2.98人。市の住民は大多数がセルビア人であり、95.3%を占めている。 過去3回の国勢調査を通じ人口は増加している。自治体内の民族構成は以下の通り。茶着は以下の都市と姉妹都市の協定を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。